応援の声が止まりません。あのもうこの感じをこの感じからするともうご紹介はいらないのかと思う気もしちゃいましたが、まず最初櫛渕議員から自己紹介を軽くお願いできますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。大勢集まっていただきましてありがとうございます。令和新選組、共同代表の櫛渕麻里です。この度東京14区で戦い、東京比例で、当選させていただきました。3期目になりますので全力で頑張らせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。原谷議員もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。令和新選組のミスター消費税といえば私高井亮です。副代表になりました。別にどうってことないんですけども、当選拡大のために頑張っていきたいなと思ってるんですけども、今日は本当に、安倍さんとこの岡本さんとこうやってトークをするの本当に楽しみに、来ました。私のここ地元なんですよ。生まれ育ちが新宿なんで、非常に感慨深いものがあります。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私今日こんなに高谷議員にいっぱいお会いしてるのに誰って言われちゃったんですよ。だいぶお痩せになった印象が印象が変わっちゃってショック。めちゃめちゃ兄貴と思ってたのに、こんなあの方知ってたっけなってね、いろいろ考えました。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず最初にちょっと衆議院選のことを振り返りたいんですけども、令和新選組は、議席が3倍に伸びたっていうところもあって、でももしかしたらもっと伸ばせたかもしれないし、その辺も含めてなんかちょっと振り返りのお話をいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。令和新選組3人だったのが、9人になってですね、先ほどもありましたけれども議場の風景が大きく変わりました。でも本当に2桁行きたかった。もう少しだったんです。あと少しで、行けたというところが実は3ブロックあってですね、現実的に、10議席台に、衆議院は伸ばせたというところでちょっと悔しい、感じはありますね。でもやはり訴えの中心は令和新選組は経済ですから、はい、とにかく目の前の物価高だけではなくて、そもそも3年のコロナ、そして30年の不況、これをどう根本的に克服させるのか、これが消費税の廃止だということがもうメインの主張ですから、この訴えをさせていただいた結果と思っています。はい、ありがとうございます。高谷議員なんかいかがでしたか。いや、やっぱり不十分ですよね。もうちょっと伸びるかなというところもあったんですけども、13、14、アッパーで15ぐらいまで伸びる可能性は相当計算上はあったんで、やっぱりここは戦い方もうちょっとしっかり戦略を考えなきゃいかんなというのは反省点ですけども、ここまで9まで伸びたというのは、それだけ、私たちのやってる活動、要するに訴えていること、国会の活動のことも地元の活動のことも、評価を少しずつですけどもしていただいてるんだなという、そういう実感はあります。なので、しっかりこのまま声を上げ続けて、大きな塊になれるように頑張っていかんなと思ってます、はい、頑張るよ。いや、逆に言うとこうもう少し伸びきらなかったなんか何か原因って何か 今のところ見えてるところあったりするんですか。まず候補者の数が根本的にまず小さな政党からのスタートなので100人ぐらいでね、今度は立てたいなと、そのぐらいまでまずはベースとしていきたいところですけどね。そう、やっぱり小選挙区に立てることで、比例票も掘り起こしているっていうのがあるんだけども、どうしてもちょっと、弱小政党だと資金的な面がこれね大変なんですよ。代表が一人で奔走してね資金繰りをしてやってるんで、なかなか思う通りはねいかないっていうのが。でもね、考えてみてくださいよ。令和ができたのはたった5年前ですよ。山本太郎代表がたった一人で5年前に立ち上げた政党、そしてそもそもその時に消費税廃止とか消費税減税をメインの公約に掲げる政党なんて一つもなかったじゃないですか。そこがこれだけの多くの今日の来ていただいている皆さんもそうだし、議席が3倍に増えて党としては14人になったというのは、私は憲政史上初めてのことだと思うんですね。それだけやはり経済が悪いということや自分たちの負担を減らしてくれという本当に心からの叫びが今回の選挙の結果に表れていると思いますが、皆さんどうですかね。今回税じゃないかということで、インボイスを大きなテーマにしてるんですけども、実際その、その経済で苦しんでいる方々ってお話もあったんですけど、実際そのインボイスが始まったことでこんなこと困ってるとか、消費税でもいいんですけど今こんなこと困ってるとか、なんかそういう声って実際届いてるんですか。
私も飲食店36年やってますけども、そもそも課税事業者なんだけど、ストップインボイスさんの皆さんね、これも、ボイクション、ボイクションのね、ありがとうございます。私、まあまあ、ファンなんで、課税事業者だけども、インボイスの、あれを取り消して、皆さんと同じ立場で。で、これで困ってんのは、やっぱり領収書が、使えないってなると、使ってくれない人たちも出てきて、若干売り上げにね、影響してます。だけどまあまあ、そんなことを言ったってもうしょうがないんで、やれるとこまでうちも頑張って、あんまり落ちすぎちゃったらもう、それはやれないんだけども、まだ頑張って、抵抗して、みんなとインボイスの廃止、そこまで追い込んだ時に課税事業者になってやろうかなと、そういうのを思ってます、あの選挙中でね、まあ、本当に私は実感したのはよくその6人に1人が貧困とかっていう統計的な数字があるじゃないですか、これが本当に可視化された選挙だったなと思っていて、例えば6人に1人が貧困、この状況を皆さんのがしましょうとかっていうと、本当にある人が私たちのところに来て、もうとにかく泣きながら増税とにかくやめてほしいっていう声があったりとか、あとうちあの墨田区と江戸川区北部が選挙区なんですけど、中小企業さんいっぱいいるんですよ、個人事業主さんも。でとにかくインボイスの事務負担がひどすぎて本業ができない、つまり本業にかかるエネルギーをそちらに振り向けることができれば、もっと税収上がるはずなのに本末転倒だろうと、この声本当に明らかだと思うんですね。でこれ実はあの質疑で使ったパネル今日ちょっと持ってきたんですけど、あの決算委員会で、あのこの30年でですよ、倒産件数過去最多なんです。でしかもその中身を見ると、不況型倒産が8割なんですが、特に注目すべきは税金と社会保険料の納付の負担、これが重すぎて倒産しているという件数が、昨年の倍、こっちのパネルもそうなんですけどね、この、みんなから見て左側、はい、すごいな、令和っぽいな、パネル持ってきてね。今日はね、みんなにぜひ見てほしいと思って。で、なんか生で見るの初めてで嬉しい。滞納による倒産。これ生パネルです。生パネル嬉しいです。次でそのまま使って、これあの、岸田総理にも見てもらったやつなんですけど、で、今年は去年の 2.8 倍ですよ。あの、税と社会保険料の滞納による倒産。で、しかも新規滞納の消費税の割合、これ左側の方、はい、50% 以上ですよ。これぐらい消費税が法人税の 3.6 倍。にも上がるほど重くなっていて倒産してるっていう、はい、これ本当に何のために事業者が仕事してるのかっていうのが、うん、これ数字からも明らかですよね、うん、これは選挙の中でも生の声として我々に届いてきましたよ、はい、あのローカルな話ですか、僕地元があの千葉の外房なんです、うん、あの農家さんがいっぱいいるんですよ、うん、でその農家さんがねどんどんあの廃業してるわけで、どういうタイミングかっていうと、まずインボイス始まって事務作業増えて、うん、で何がなんだかちょっとわからないっていう人も大半いる中で、うん、そこに来てね納期が壊れるんですよ、機械が。あ、そうするともう完全折れちゃって、もうやめると、もうかんないからやめると言ってどんどん廃業してんの、うんうん、でお弁当屋さんからも電話かかってきて、高谷君米農家ね、いつも取引してもらってるとこが潰れちゃったけどどうしようとかね、そんな陳情ばっかり来ますよ。この間米なかったじゃないですか。そう、米、令和の米騒動。日本でおかしいですよね。備蓄米が出てこない。いや、外房はありま、あったんですよ、うんうん、だからまあまあね、備蓄米もいっぱいあるし、うん、あったんだけど、まあうまく流通に乗んなかったっていうかね、あのスーパーにはね、やっぱ大手スーパーのねバイヤーさんがね、あ、これ言っちゃっていいのかな、やっぱそういうのが牛耳ってね、うん、あのコントロールしちゃうわけですよ。要は高いから仕入れないとかで、そういうので品薄になっちゃうわけです。だそういったね、あの要は大手スーパーの、まあ申し訳ないけど弊害っていうのもちょっと出たのかなというふうに僕は地元で実感してます、そういうの、うんうん、国も出してほしかったしね、もっと早くに、備蓄米出さないでね、はい、うん、で消費税って、うん、あの赤字でも取られるじゃないですか、そうそうそう、廃業しても倒産しても取られるじゃないですか、本当に厳しい税だなと思うんです。そうですよね。でしかもインボイスは、はい、これあのストップインボイスさんのね、皆さんがアンケートを取ったやつで、これも岸田総理に見てもらいましたけど、もう事業者の皆さんの中でインボイスの見直し中止求める声が9割以上で、しかもこの黒マグロのところですよ、消費税払うのに借り入れしてるんですよ、1割の人たちは。ありえなくないですか、赤字でも払わなきゃいけないっていうのはこういうことですよ。それによって倒産だけじゃなくて自治する人がね、はい、出てるっていうのが今の実態だっていうことを、本当にもっともっと政府に突きつけていかなきゃいけないなと思います。これ岸田総理見せました。岸田総理なんて言ったかって言ったら、もうスルーです、完全スルー。
だからこういうこともそうだけども、叫びましたけどね、言ってさえもいないんだ。インボイスのせいでね、農業がどんどんダメになったらどうなると思います、うん、食の安全保障とか、うん、将来食べる米なくなっちゃうんですよ、うん、要は特に中山間地、あの大規模農家できるね、その広大なところはいいんだけども、やっぱ山あいとかああいうところのちっちゃな田んぼはまとめられないんですよ、うん、でその引き継ぐなり手がいなくなっちゃうの、そうすると耕作放棄地になっちゃうんですよ、うんうん、これ現実問題、うん、でこれが今農家の人たちも今懸念してて、うん、大半がその要は農村って言われてるとこね、うんうん、その農村部がやられちゃうんですよ。だからこれ本当に真剣に考えないと5年後10年後もう本当に半減するって言われてるんです、米が。日本こっちの方が、あ、どうぞどうぞどうぞ、今よっぽど安全保障ですよね、本当の安全保障は食料の安全保障の方じゃないですかね。日本なんてちっちゃい島国だから、断たれちゃったらダメなんだから、自分たちで食べられるようにするのが一番の防衛だと思うんですけどね。鈴木信之先生、信弘先生はね、うん、あのもし輸入が止まったら、うん、半年で日本人は餓死する、世界で一番早く餓死するってね、うん、衝撃的なデータ出してますけども、まあ、だからいろんな問題が複雑に絡み合ってはいるんでしょうけど、私たちインボイスのことで取りあの始めてからも農家の方とかね、あの道の駅とかも取引できなくなって、あのやめたとか海外行こうかなと思ってるなんて話を聞くと本当に切なくって、とどめの一撃になってるなっていうのをすごく感じるんですよね。インボイスって全ての業種にあれ影響を、悪影響を与えてると思った方がいいですよ、うん、あの俺は関係ないっていう人いませんから、本当にそれぐらいインボイスというのは無茶苦茶な制度ですから、うん、それによって被害被るのはむしろ国民全体だってことですよね。事業者さんはもちろんですけど、その先にいる国民の消費者であったりとか生活者がどれだけ被害が受けるのかっていう、我々一人一人の問題だっていうことをもっともっと広めていきたいですね。私、田谷議員のよくおっしゃってるあの言葉好きなんです。あの 無関心でいられても無関係ではいられないっていうやつですね。そう、はい、政治はそうです。もうずっともう何十何年言ってます。はい。私たち庶民もあんまり政治の話ができるようじゃなかったんですね、この何十年。それで私大人の責任としてこれからこういう世の中を作ってきてしまったので、無関心な。だって令和さんは躍進したと思うんです。だけどじゃあまだ 50% の人が選挙に行ってないわけじゃないですか。そういうところも変えていけるのって私たち庶民の力じゃないかなと思うので、あのどんどん大きく、あの無関心でいられても無関係ではいられないっていうのは、もう消費税やインボイスの話ってもうまさにだと思うので、はい、はい、あのちょっと思います、はい、今のそのお話で、まあ、投票行ってない人がまだ半分いるというところもそうなんですけども、その令和さん この消費税減税の話とか、その話って嘘だろうと、また令和新選組が嘘を言ってるなとか、そういう批判ってあると思うんですね。あとはこうどうせパフォーマンスだけだろうとか、そういう批判に対してどういうお考えをお持ちかっていうのをお聞きしたいんですけど、あのそもそもね、その消費税が社会保障のためっていうのがそもそも詭弁なんですよ、じゃあ法人税が当初何パーセントあったかって 43.4% あったわけでしょ。それが今は 23.2% ですよ。でこれ 20% 約減ってるんですけども、1% あたり法人税減るといくらの税収減になると思います？ 6800 億なんですよ、 1% で。ってことは14兆円ぐらい下げちゃってるわけですよ。で24兆円ぐらいがだいたい消費税の計上額、どれぐらい食っちゃってますかね、割を。だから消費税は、社会保障のためじゃなくて大手企業の減税、法人税の減税のためにやってると。あとは輸出還付金って8兆円あるわけですよ。それ入れたら本当は24兆が今国の計上の消費税の額ですから、プラス8兆なんですよ。あと地方消費税が6兆あるんで、だいたい40兆ぐらい消費税で儲けてるわけで、それを大手企業には8兆円戻してるわけ。だいたいそういうからくりがあるんですよ。だからこれがむちゃくちゃなことであって、庶民から絞り取って強いやつにお金を配るっていうのがこの消費税やインボイスの、まあ、大きな基本的な考え方だから、おかしいんです。そうですよね。であとよく私が言うのは、その社会保障のためだとか言われるけれども、じゃあみんなね、医療費安くなってますか、介護保険料安くなってますか、安心にね介護受けられる状況になってますかって言ったら全く逆じゃないですか。どんどん上がってる。そう、社会保険料も上がってるし消費税も上がってて一体どこ行ってんですかっていうことをやっぱりもっとみんなに伝えていくって、そうするとあそうだよなって窓口行った。一体何パーセントになったらね社会保障安心なんですか。そう、窓口行ったらずっと消費税上がってるんですよ。上がっててもずっと税が上がってるんですよ。
あの、窓口負担ね、3割に75歳以上もなっちゃったじゃないですか。で、今度、介護保険も、要介護1、要介護にもそろそろなくなるという審議があったり、家族介護の、例えば無料相談システムでケアプランっていうのがあるんですけど、あれも今度有料化とか言って、どんどん使うときに自己負担が増える。もう本当にね、おかしな構造になってます。まあ、ご公務ご民超えてますからね、もう。うん。だから正直廃止して、この社会保障の方も構造的なところから議論し直さないといけないと思いますよ。うん、いや、本当、税じゃないか一気やりましょうよ、みんなで、ね。本当、やりましょうよ。どうなってね、これが積もり取るなんてね、ありえない。本当に。うんうんうん。冗談、よしこさんですよ、もう。よしこ、国民負担で 50% 近くになるからね、もう。はい、あと、あの、先ほどから、あの、立憲の吉田晴美議員と、共産党の田村智子議員からもお話があったんですけども、まあ、その、野党共闘の話。ああ。令和新選組さんは多分、かなり今回の衆院選、独自の戦いだったと思うんですけども、まあ、来年参院選もありますけども、その辺を含めてなんかお考えがもしあれば。これね、僕、これ一番今日言いたかったの。僕、あの、国対と議運をやってたんですね。今は、降りて山川さんに代わって、副代表っていう立場なんですけど、その途中まで僕やってた経過をね、ちょっと話をするとね、これ、要は立憲さん、今野党全部をまとめてくれれば、何の法案でも当選ですよ。うん、消費税の減税法案だろうが何だろうが、数が野党の方が多いんだから。多いからね、なのに、勝手にね、就労支援給付制度の導入法案、それから保険証廃止延期法案、これね、我々の相談もなくね、勝手に出したわけ。だって通るわけないでしょ。野党が一党でも反対しちゃったら通らない。だから出したふりなんですよ。だからこういうのを茶番っていうわけ。もしね、この法案出したいんだったら、ちっちゃな党もね、全部まとめてもらってから出してくれよと、立憲さん。わかってる？見てる人。そうだ。ほら、俺ね、国対離れだから言いたいこと言うよ、立憲。わかってる？そう、野にたや、あの、放たれた田谷翔と言いますから。あったまくんだよ、こういうね、茶番やられると。で、特に消費税ね。皆さん見てください。あの、5年前に令和新選組消費税廃止してから、各党も選挙のたびに消費税減税言うようになってきてるじゃないですか。で、今回も、その次元的とか 8% とか条件は違うけれども、ほとんどの党が立憲以外、消費税減税言ってんですよ。だからここで一致できれば、うん、消費税減税可能なんですよね。うん。なんでやらないんだって。そう。で、しかも、田谷さん。2022年の6月には共同で消費税インボイス廃止法案出してんですよ。そう、あのね、これまだ生きてますから。まとめたやつをね、立憲さんに何度もらって、あと共産党さんも社民党さんも乗っかって4党合意でやったんですよ。うん、それね、もう下の根も乾かないうちに、なんだか給付型にするとかね、複雑な税がさらに複雑になっちゃうんですよ。税っていうのは簡素中立公平っていうのが、これが基本理念なんです。わざわざわかんないようにしてる。これをまた立憲さん考え直した方がいいなと、ここはちくりと言っておきたいと思います。こうやって街頭からね、うねりを一緒に作っていきたいですね。はい、ぜひともじゃあこのうねりを、これ盛り上げるために最後に一緒に税じゃないか、はい、コールをお願いしてもよろしいですか。はい、はい、あの、いいとも、はい、まあまあ近いですよね、番組違うな。あの、税じゃないかを気に入っていただいているようなので、はい、もしできれば、うん、税じゃないか運動しましょうよ。はい、お二人で税じゃないか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 で帰ってくるので、税じゃないか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 で帰ってくるってどうですか？じゃやってみましょう。はい。税じゃないか税じゃないかって言ったら練習。税じゃないか税じゃないか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 。練習。もう本番になっちゃった。じゃあ最後にあの。渋谷市議員、すみません、みんなでって言っていただけますか。はい、声を大きく出してください。みんなで、みんなで、税じゃないか。ありがとうございました。令和新選組、ありがとうございました。そしてなんかうっすらと何か、謎の漫画評論家も いました。こっそり座っていらっしゃいました。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございました。